いや、ショールームしてる。そうだよ。寝転んでやってる。こんばんは。他の髪の毛さんたちはね、あっちにいる。うん。みっちゃんもいるよ。公演視聴中だって。あ、もう公演始まってる？今何時？5時半。もう5時半なんだ。来る？おいでよ。さっきずっと映画見てて。ね。あ、来た、みんな。あほう、キミちゃん膝見えてるよ。そう。マジ。本当は今日の8時からですよね。髪フレは。はい。本当のカミングフレーバーが集まるので。今は？今は髪の毛フレンズ。今は髪の毛フレンズの。早めのショールームでございます。はい、あ、これ誰の毛だった？ひなの。めっちゃ目と思ってた。いやいやないんだよ。さっきはなべちゃんとずっと映画を見てました。はい。私たちも。あなたたちは動画見てた。動画見てて叫んでたらしい。大丈夫そう。やばいやつの名前がやるの、ね、そう。今日の話題にいっぱい出てきたのはキエちゃんはあれ、年齢に合ってないっていう。合ってないって。そう、キミちゃんは本当に18なのか問題っていう、うん、いなくなっちゃったな。拗ねちゃった。いなくなった、本当に拗ねちゃったらしい。ズボンが落ちちゃうの。ん？ズボンが落ちちゃうからさ、かけた。大事だね、それは。何歳に見えてるんですか？キミちゃんの精神年齢は中3、中2。中学生でもあんなんじゃなかったけどね、自分。どんなの？だってもう怖いもん、キミちゃん。うん。うーんとか言って。キミちゃんどこ行った？あ、いた。小屋で。いいよ、乗って。違うよ。危ない、いろいろ。大丈夫そう。あ、そういうこと。あ、ここでしょ。これがさ、だよね、そういうことだよね。なんかさ、あれだよ、ガムテープ持ってくるわ。ここいでよ、こっち。ここいで。ガム、これ。ちょっと待って。これ。そうそう。よいしょ。口の色もないわ。いいよ。よいしょ。いろいろ危ない。ユッピとキャさんも何が今やってる？あ、いいじゃない、精神年齢が。ああ、はい。でもキャドッティはそのまんまじゃない？うん、これ床か、床だよ。床です。眠たい。みんな床なのか。そうだよ。なんかいい感じにみんな朝、うん、収まってるね。えなたん大人っぽくなったね。だってなってないよ。えなまるさ、前髪伸ばしてさ、うん、普通になんかこういう感じにしてよ。今伸びてるよ。ほんと？なんかもうそれだよね。え、なんかさ、最近の撮影でさ、あれ、えなまる眉毛描いてもらっててさ、うん、なんか全然違ったもんね。うん、やっぱ眉毛って大事だよね。眉毛マジ大事よ、うん、眉毛はね、そこだよ。書いてないよね。まあ、見えないからね。見えないからいいや。眉マスはもしてない？うん、眉マスからもしてないの？やめたの？薄っ。薄っ。なぞってるだけ。え、いいの？え、化粧っていつからしてた、みんな？小学校。うん、小学校からしてた？うん、ガチで信じるんだな。眉毛も小学校。中2ぐらい。小学校もちょっとしてたけど、ちゃんとし始めたの。ちゃんとし始めたの。小6。あ、だよね、中1だよね。小6なんだね、早っ、うん、どういうさ、うん、あれ、日々を過ごしてたの。いや、中1かな。みんなの中1だな、うん、ちゃんとメイクし始めたの。みなちゃん、みなちゃん、
中学ではねあれしてて全部してただよね、中学校からもちゃんと、つけまはやったよね。やった、やってた、やってないわ。つけたことないよ。ある、あるあるんだ。なんかタンプレでつけまもらってえ、なプリでつけま出てくる、出てくる、出てくる、粘土と、え、まずスマプリ、あとハートのガラス、ガラスポットね、わかる。え、新潟にも静岡にもあるんだ、それ。あるあるある。何それ、すごい。え、そういうプリキがあったのよ、昔。つけ間が出てくるの。そう、つけ間と選べれるんだよね、どっちか、なんかセットとか。おまけが、あのつけ間ってめちゃめちゃ濃くてさ、うん、使うのも難しかった。確かに、確かに。えなちゃんの服がの柄が大人だって。これ可愛いよね、この柄。この柄好きなのも。カーテンにしたい。カーテン。みんな私服、洋服見せてだって。はい、じゃあまずキミちゃんから。うん、一回履けて。こういうだけ履けて。一回履けていただいて。じゃん。ファッションショーです。では、お腹開けてください。はい、じゃーん。いいじゃん。ジーンズに黒ベルトでなんかサマーニットみたいな、サマーニットでございます、感じで。すごい、すげーの丸ね、ミラーボール、いいよいいよ。ちょっとはい、かわいいね、かわいい、ちょっと近づいてよ、かわいい、かわいいです。なんか大人っぽいね。はい、次エナベちゃん、なめちゃんも一回開けて、一回開けていただいて、かわいい、大人っぽいね。なめちゃんはかわいいお洋服着てます。あおみちゃんは大丈夫、履ける、大丈夫、履ける、履ける、大丈夫、大丈夫、よいしょ、あ、大人ですね、やっぱり。大人ですね。女の子たちにの以上です。寒くね、いいじゃん、位置ちょうどすっごいか、大丈夫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 か、みんな一回流れて、あいや、あいや、大丈夫か、みんな大丈夫、あいや、まずまずよくあるよね、あれあれ、髪伸びたね、ね、ヒノの伸びたね、ヒノの髪の毛伸びた、てか毛量やばい、シンプル毛量やばい、毛量タイプ、みっちゃんおいでよ、片足なんか着たことないんだけど、でもないんだ、でも寒くない、え、雨伸びてる、そう、今日は風呂入ってすぐさ来たから、なんかもう髪の毛ボサボサしたよね、ボサボサしただよね、えなちゃん、みっちゃん殴ったって書いてあるよ、大丈夫さ、あ、きみちゃんか、目は大丈夫ですだって、大丈夫です、あなた、うん、こうやってね、そう、殴れると思う、あ、そういうこと、なんだ、みんな目は治ったって、あなたは誰なの？ひなの君普通に答えんな。キミちゃん、日焼け対策しましたか？キミちゃんはなんかもう永遠にしてるイメージ。違うんだよ。でも今年ね、やっぱり雑。ほんと？だってこんな半袖着ないもん、毎年。あ、でも前も長袖着てた。今年久しぶりにこんななんかのノースリーブみたいな丈？そう、だから。そう、袖がないの着てる。そう、もうキミちゃん季節感ないっていう。そう、いつも長袖着てたんだけど、なんか暑すぎてもうなんかいやってなっちゃった。うん、暑いよねマジで。日傘は差す時もある。ね、日傘始めたよね。そういうの今日2日目日傘。まだ2日目ない。ちょっと本当に黒すぎて。ラボール、うん。ありがとうございます。イエーイ、ヒアナが日傘始めたのマジすごいね、奇跡。私も焼こうかな、忘れないでね、日傘、それ意図的に焼こうかな。ね、いい、キリちゃん絶対黒いの似合わないと思うから、やめな、昔真っ黒だったよ、そう、見たい、それママに送ってよ、やだよ、撮ってねえだろ
じゃあ個人的にグループで送って。あ、よろしく。ね、個人的に変なさ画像ばっか最近のやつやばいよね。マジでおもろかったんだけどあれ。何？なんか紙フレの加入したあのなんか違うよ。え最近そのあのいつだっけ？え加入した時の写真でしょ？え加入した時の写真って何？え違うの？あの。ニコニコの時に送ってきたんじゃないの？え？これなんかあったっけ？これ？めっちゃ長え、それとか見せないでね。見せない見せない見せない。危ない。え、あれだって。いろいろ危ない。あのさ、最近のニコニコのやつでさ、撮ったやつのさ、半目度がすごかったやつ。あれすごいよね。すごかった、本当に。みんなに見せてよ。本当になんかもうどうなったらその状況になったのみたいな。あれ私携帯どこやったっけ？ソファーの上じゃないの？14歳の韓国人です。日本語をできなくて翻訳を使ってます。アニョハセヨー、カムサハムンダー、アンニョン。あー、コマオーダー、なんだっけ、ってコマオって言わない、ありがとう。あ、そうなの？違うのか。ひなのいむにだ。韓国語って何やろ。最近もうカンドラ見てるからさ、ケンチャだよとか、なんかなんとなく、なんとなくね、すごい。お姉ちゃんが韓国語覚えてるから、すごい。なんかなんとなく、ちんちゃ、ちんちゃ、ちんちゃましっそよ。え、携帯見つかんなかったわ。ちんちゃ、ちんちゃましっそよ。韓国に入ってた。そう、韓国の韓国のドラマを最近めちゃくちゃ見てるから。私も始めた。そうだから、うん、韓国語がなんとなくめちゃくちゃ、なんとなく超早い、好きだよね。韓国風の話だけど、韓国語風カオサハンミーダ、あの、アネミニムだ。難しいよね。先生から言う。おまん。おまん。キムチ。おっぱ。キムチ食べた。おに。キムチ食べた。でもお腹いっぱいだな。ね、それなの？パパってなんて言うんだろう。パパってなんて言うっけ？え、それ、あ、それ最後のやばくない？これ。見て、やばくない？すごいよね。最近のやつが一番すごくない？ヨロブン。ヨロブンはみんなでやる、確か。そうなの？そう。キュセイヨは？キュセイヨしてくださいとかじゃなかったっけ？え、すごくない？なの。いや、それよりさっきののがおもろい。おもろいな。マジでおもろい。オムニ。オムニだっけ？ね、やば。イエポヨ聞いたことある。なんだっけ、イエポヨ、イエポヨみたいな。アッパーだ、アッパー。そうだ。全部大丈夫。全部よ。ちやばい。ヒョンがお兄ちゃんか。うん、うん、あれはイエポ、かわいいだって。イエポ、オッパ、オッパってどういう意味なんだろうね。じゃあ違うよ。おっぱもお兄ちゃんじゃないの？お兄ちゃんじゃん。親しいお兄ちゃんみたいな感じかな。親しいお兄ちゃん。わかんないけど。おんにはお姉さん？おんにお姉さん。おんに。おんに。もう顔な。いっぷだ。おっぱは年上の男性を呼ぶときだって。おっぱー。やばしてる。トッポギ。トッポギって韓国語なのかな。そうでしょ。トッポギ。トッポギ。なんかさ、見ててさ、本当に日本語に聞こえる韓国語あるよね。あるある。ある ある。え、三角関係って韓国語でも三角関係なので、三角関係みたいな、三角関係みたいな。あるよね、そういうの。そう、昨日見て、昨日見始めたんだ。何だったかな、もう一個もあった、なんか。何だっけ、私も、おから始まる、なんか。
髪振りが海外まで知られてるなんてすごい。確かに確かに、うん、ハムサハムニダー、なんかさ覚えたいんだよね。なんか過去え三角関係なんか見たことある YouTube で、なんかめっちゃ面白いよね韓国ドラマ。面白い、うん、な映画みたいじゃない、うん、ドラマ、ドラマっぽくないよね、うん、30分間無料マッサージも一緒だった。30分間一緒マッサージ30分間無料マッサージってなるってこと。30分間無料マッサージマッサージしてあげるよ。ミさんおねむだって。あ、ミルキー、うん、ミルキーちょっとねえ、稲野もおねむ、やだやめて、なんだよおっぱ猫やって言ったら韓国のファンメロン何猫やって何猫やね、あるよねそれね。えね、気持ちいいんだけどマッサージ30分かぶりマッサージ30分かぶりマッサージ顔さはむにたあれは猫やってどういう意味だっけ。猫や猫や猫や私のものよ。おっぱは、あ、おっぱは私のものよってことか。おっぱ猫やおっぱ猫やでも発音があってるかわかんない、ね、おっぱ猫やみんなお疲れなのね、だって疲れちゃった。なんか下打ちしてきてダメだよ。ダメだよ下打ちなんてしたら、えなちゃん疲れてるだって。早く定位置戻りなさい。ここ眠っちゃいね。眠たいね。これ眠たいってなんていうの。んスリーピー、スリーピング、アイムスリーピング。本当に、いや目細、白目ないよ、えなまる。うん本当だ、宇宙人みたい、うん、広げてね。なんか今日爬虫類みたいな感じ。人間爬虫類だよね。そえ爬虫類なの。哺乳類じゃないの。哺乳類らしいわ、みんな、びっくりしちゃうわ。トカゲと一緒だよ。爬虫類ってなんだっけ。爬虫類は蛇とか。へえ。びっくりした今。びっくりしたね。哺乳類だって。哺乳類。哺乳類。人間はクジラも哺乳類？うん。ちょい前行けない。イルカは哺乳類みたいな。でもみんな前に出たらさ、あれないよね。はみ出るよ絶対誰か、うん。ほらちょうど良くない？今ちょうどいいね。うん、あれだね。ヘビ、カメ。皆さんはアイドル類だって。キュンです。グッドボタン。最近それしか言わない、キミちゃん。なんかって、グッドボタン。グッドボタン。A でと。グッドボタン。いいねと。いいね。いいね、グッドボタン。でもね、そのたまにたまに A でバッドボタン。時々ね。こんにちはだって初見さん。じゃ。せーの、私たち、せーの、カミング、髪の毛フレンズです。よろしくお願いします。YouTuber やんのって。せーの。何それ。何それ。何だっけ。パラピーズです。あ、正解。正解。パラピーズ。そう。正解。何でも言って。これは？あ、なんだっけ？手叩く猿。違う。わかる、わかるけど出てこない。エミリン、エミリン。あ、正解、正解。かった正解でーす。皆さん、30日は？うん。何ですか？何ですか？30日は何にしますか？え？ 30 日だよね。うん。怖っ。やめて無言。間違えたかと思ったよ。当たりますようにだって。当たりますように。今日の8時だっけ？そう、8時にね、あれだからね。あ、なにもうさ、抽選するってことは言ってるの？うん、言ってないよね。タイトルに入ってるよ。あ、よかった。びっくりした。またツイートしたの？みんなの直前にするって決めてるの。タイトル入ってる、ね、始まる直前に。やめて焦った。そうだよ。始まる一旦前に始まるよって
そう、ツイートするって決めてるから。伝説の一人ですね。そうですね、うん、すごいよね、当たったら、いいな、私だったら応募するよ、カミプリだったら、うん、カミプリオタクするわ。誰欲しいんだろう。びっくりした。あれ今ひなのが放送事故したかと思った。してないで、よく言っちゃうからさ、そういうネタとか。ええで、よかった。ええで、皆さんメイクバッチリですね。だって私たちは朝早かったんです、今日。そうなんです、打ち上げ早かったね。そうだね、そうだよね、めっちゃ早かったね。本当に順番でね、なんかあったんですよ。そうなんですよ。で、みっちゃんと稲丸が先で、稲野ときみちゃんがその1時間後ぐらいに来て、うん、そっかくそのもうね、やばくてね、ずっとぼーっとしてたよね。ずっと、うん、ぼーっとみんなでお昼ご飯食べたりとかしたぐらい。だからすごい眠いですね。眠たい。眠くね、食べた後だからかな。いっぱい寝たから眠くない。応援してます。だってありがとう、ありがとう、ありがとう。8時に私たちは寝てます。8時、8時に私たちは寝ます。ちょっと待ってね、うん、加工するわ、なんか、うん、つけて、なんかみんなすごい初見の方が多くてありがとうございます。いくで、あのブーメランね、うん、せーの、せーの、せーので、おお、いい感じですね。感じ、じゃあ顔見え、ブレすぎて真面目にやるわ。止まった方がいいんじゃない、近づけない方がいいんちゃう。近づけたい、どうしても。だったらもっとさ、前に、前からスタートする。あ、そう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 。あ、じゃあ稲丸の顔見え、あ、いいじゃん。あ、もういいよこれでもういいや、これでいいよ、なんだもん、映していい、これ、うん、キミちゃんのストーリーです、乗ります。乗せていい、これ、うん、ひなののって書いていい？うん、あーとか言ってこう、うん、なんでもいいだ、このまま上げちゃおう。 NOW って書いてこう、 NOW 航空自衛隊敬礼って書いてある。航空自衛隊は何？空を飛ぶ自衛隊？うん、そうだな。あ、陸上自衛隊と航空自衛隊と海水、海上、海上自衛隊か。かっこいいよね。ケースが女の子だって、携帯のマナこれ見て、こうやってこうやって消すだけで字うまく見えるね。何、こうやって書いたところの、こうやって消す。あー、え、学ぶ、ありがとう。絵で字汚いからさ、まずその、え、ひなのも、え、ひなのもさ、地元で男の子の字で有名だよ。え、このまま乗せちゃったけどいいかな。名前映ってないの。うん、光飛んでる。ちょうど映ってなかった、よかった、うん、大丈夫。どうしよう、ごめんなさい、ファンの人の名前映ってたら。めちゃめちゃ字汚いって有名です。うん、字汚いって有名。ノートとか字読めないの読めないの。うん、汚そう。いいなのもなんか斜めになっちゃう、てかいなの、髪をさ、斜めにしてじゃないと書けないだよね。いるよね、たまに。うん、で、転がって書いてある。ノートめっちゃあれだよ、変な線がいっぱい書いてある。いつも寝そうになってた。ああ、わかるわかるわかる。赤ペンに限ってやっちゃう。わかるわかる。ノート書くのにさ、命かけてたからさ、学生の頃。まあそういうのしてそう、ひみちゃん。もう授業なんてあれ、もうノート取るの楽しくて。ね、すごいね。もういかに綺麗にノートまとめるか。え、なんて嫌いだったもん、ノート書くの。いつも題名しか書いてなかった。最初に書くやんないね。飽きちゃって、もうそこでそこで飽きちゃって、何とか言ってたとしか楽しみなかったよ。手痛くなっちゃう、嫌いだったよ、あの字書くの好きじゃないもん、うん、でも図とかもさ、めちゃめちゃカラフルにして遊んでた。でもなんか3色までがいいらしいよ。あ、そうなんだ、ね、うるせえ、頭いい人のノートは3色だし、頭悪いの
だからさ、あのノートの点数だけ良かった、いつも。いいねえ、プリント授業だけ頑張る。うん、プリントね。プリントくしゃくしゃになっちゃうタイプ。プリントはなるなんか、くしゃくしゃにしちゃう。中学の頃さ、ファイルにさ、プリント入れるじゃん、うんうん、それがどん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 さ溜まってても出さないからさ、うん、なんかもう3キロぐらいのカバンをさ3キロこれ持ってないのマジで、うん、毎日ね頑張ってファイル運んだ。大変だね。えでも中学校置き弁一回もしなかったから。マジすごい。置き弁なんか置き弁スーツ取られるの教科書。誰が一番賢いだって。みっちゃんじゃない。えみずきちゃんかきみちゃんじゃない。えキミちゃんまだだね、まだだ。だってよ、そう。キミちゃんも何気さ頭いいよね。マジで。うん、なんか何気漢字とか知ってるくないちゃんと。うん。みずき漢字できないもん。何も漢字苦手。何もね、英語が好き。うわーいいね。かっこよ。わからんけど。英語好きとか言ってみたいなのも。え日本史が好き。あと社会好きだった。いいな。社会好きだよね。社会と理科のノートが好きだった。でも体育が好き。やば。体育ね。体育好き。え何が成績良かったかな。えじゃあ泳ぐのも早いの？泳げない。泳げない。そう。泳ぐ。泳ぐあれ海の中では弱いタイプ。え海じゃん。そう陸じゃないとダメ。75メートル泳げる。うち100メートル泳げる。すげえやん。海は好きだけど、学校のプールって50メートルだっけ？50だよ。50だよね。中学が25だった。中学が25で高校50だった確か。逆だったわじゃあ。高校プールないもん。あ違うわ。高校あれ？わかんないけど。わかんないや。中学プールなかった。小学校だけど。高校からもうない。うん、50は大きい。めちゃめちゃでかくない？でもみんな高校プール入ってないわ。でっかだよね。うん、50はでかい。え入ったことあるよ。でも高校のプール本当ないの。でも私の学校ね、うん、あのなんか全なんていうの日焼けのさ、うん、着るやつあるじゃん、うん、なんてラッシュガード。ラッシュガードをみんな着てた。でもいいもんね。今中学校の頃着てた。え着てよかった。よかった。中学校着てよかった。日焼け止めなんか特別じゃないとダメみたいな。そうだ、よかった。理由がないとダメみたいな。こんななんか着てた自分。でも着てんのね2人3人ぐらいだった。着たくなるよな。そう着たかった。みんな目つき悪いだった。そんなことないで。そんなことないよ。眠いからだよ。うん、これが輝かせた目で、うん、これが孫。はい、じゃあみんなに見せてあげて。一気に輝かせた方がいい。あ、かわいいじゃん。いいじゃん。真顔は？じゃあ一回みんなで真顔にしよう。せーの。えのちゃん。えのちゃん、それ本当に真顔？うん。じゃあ輝かせた顔ね。せーの。どっちがいいですか？かわいい。みんなかわいいで。いつか乗せるわ。どっかあえて真顔がいいってみんな。なんかなべちゃんおまんじゅうみたい。ほらなんかこういうおまんじゅうみたい。食べたくなっちゃう。食べたいくらい食べたい。ダメないでゆるい。みっちゃん真顔できてないだ。嘘。真顔。ね真顔できない人みっちゃんも。いやもできない。えなんか白って言われるとできない。わかる。笑っちゃう。ほっぺぷにぷにしてそう。それな。してそう。みっちゃんのほっぺビミで食べたことないでしょ。食べられてたいつの間にか。食べられてた。君を睨むなだって。
睨んでみて。もっと。あ、睨んでる。もっと。あ、怖い。白目。怖いね。誰だっけ白目できる人。やってみてよ、ちょっとエナちゃん。なんでなんでいいの。一番できそうじゃん。できなくない？あ、やってる。で喉痛い。え、誰ができる？みーちゃんできる？変なとこに。行くよ。うん、わあ、すごい。待っても寝て何もない。目下に下げたらできるね。上だよ。まぶたを下に下げた。そうそういうこと。私できてたのか分かんない。あ、すごい、すごい。ひなちゃん。全部映ってるよ。上向いただけな人じゃん。できないもん、ほんとに。分かんないよね、でも自分でできてるか。ね、分かんない。だって自分は見えてないもん、だって。でもなんか、画面じゃない。視界真っ暗にならない、うん、あ、真っ暗、うん、難しい、うん、できない。え、うまい、めちゃめちゃ。え、キミちゃん、うまい。キミちゃん、うまい。すごいね。エナのも撮って。見えますか皆さん、このホラー映像。え、やってみよう、おみさん。何やでもやってみる。ホラー映像。すすなし。自分もやります。うん、やったらな。やばいよ。ガチで、丸見えやん。え、こんなん、うん、え、悔しいじゃん、生でやって。私、うまいね。いかすぎるよ。うん、あ、いいよいいよいいよ。残念ながら全部撮ってる。いいじゃない、なめちゃん。あ、撮っちゃった、普通に。せーの、かわいい、まあ、できてる。誰がさ、オブマイ、うん、キミだね。キミちゃんですよ。あれ見えない。はい、あ、おおおインスタグラム危ない。わー、キミちゃんいっちゃうまいね。うん、で目向いてくる。めっちゃ面白い。みーちゃん、まつげがすごいですね。まつげちゃん、まつげがすごいんですよ。美味しそう、それって思ったらファンだった。キミは優勝だって。よかったらグッドボタンお願いします。グッドボタンお願いします。特技しようめ。確かに、そうしなよ、うん、最近特技できたけど忘れちゃった。それ前もなんか言ってたよ。そう、なんか、あ、できたって思うんだけどね。より目はできるような、できてる、より目できる、やってよ、り目、みんな。あ、できてる、みんなできるよ、より目できる、より目はできる。あ、できてる、できてる。ちょっと下向いてるけど。あ、いいじゃん。より目って誰でもできるくない？そんなことないよ。いや、練習したんだよね。口開いてる、口開いてる。口開いてるから。こうやってやったらできるよね。うん、それは余裕だね。なんかそれしかできなかったの。うん、口開いてるってなっちゃう。いつも。ね、あ、開いた。開いてる、開いてる。閉じた。開いてる、開いてる。あ、閉じた。じゃあ開きすぎ、きみちゃんは。口開いてるのも良きだって。何何パニックって何？あれじゃない？パスパーンパーンパーン。歯をしたらやるやつ。伝わってるので。歯抜くやつ？え？歯を押すやつじゃないの？あ、それ？あ、ゲームセンターのあれ。歯を、あ、抜かないから押すのか。押してワニがバーンって。
あ、それか。あれ地味痛いよね、うん、やったことないな。やったことあるけど当たったことないかも。やってみたい、あれ。あ、でもなんかさ、児童館とかにあるイメージじゃない？ある、やってた。うん、ゲームセンターのあのワニのやつめっちゃあるよね、ガチでやってた。楽しいよね、あれ。やったことないな。本当？楽しいよ、あれ。めっちゃすんやん、いつも。何つまってんね、毎日。手クラブしてだって。ね、めっちゃでかい。なべちゃんめっちゃちっちゃい。なべちゃんはちっちゃい、おちっちゃい。爪があるからでかくない？確かに、ね、でもなんだかんだ稲村が一番でかい、うん、え、えなちゃん、あ、無理か、でかいかつか、はい、ほら、稲丸、うん、ひなの、きみちゃん、みっちゃんかな、うん、みっちゃんちっちゃい。そう、みゆきちゃん、ピアノやってたらでかくなった。なんかひなもピアノやってたよ。私もピアノやってたよ。あれ、みんなやってた、うん、ピアノやってて大きくなるんだ。なんかワンオクターブみたいな。そうなの、本当に、本当にそうなの。テレ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 パソコンだったんだ、ピアノじゃなくて。パソコンの勇気は？映っちゃったわ。これしたいの。もう伸びちゃったやつね。ほら、こんな伸びた。すごい、めっちゃ伸びた。ね、めっちゃ爪伸びちゃった。めっちゃ爪伸びんの早いんだよね。今日も落ち着きのない君。爪それ。今日落ち着いてるくないし。えなちゃん爪否定派だったじゃんって。えなちゃん爪否定派だよね。否定派なんですか？爪否定派っていうか、爪伸びてる人が好きじゃないの。変わっちゃう、えなちゃんのこと。違う違う。好きはいいんだけど、自分の爪は短くしたいみたいな、うん、これやりたいの、えなちゃん、うん、短い、みっちゃんの可愛いよね、短いよね。ひなのは可愛い、可愛い、可愛い。グッドボタン1。自分がさ、好きならいいんだって、うん、そうだね、何にしろね、うん、自己満、自己満。そう、自己満だよね、結局、うん、結局、結局。でも、みずきも爪長くしたいな、今伸ばしてる。でも、爪伸ばすとさ、爪伸ばすとさ、うん、手大きく見えるよ、ね、大きく見える。綺麗に、てか、そう、綺麗に見える。え、てか、実際綺麗になるらしいよ。なんか、ここら辺の爪が変形してくるんだって。それでシュッてなってくるから、どんどん、うん、だんだんそうやって綺麗に見えるんだって。爪のネイルしてるといいこともあって、うん、ね、爪の形が綺麗になるらしい。そうなんだ、うん、体の柔らかさは絶対最下位。誰1位かな、ひなの。え、硬さでしょ。体柔らかい、ひなの硬い。ガチガチガチで。久しぶりにあおみさんと会うんだ。そう、あおみさんしか聞いたことないんだけど。ひなのんって呼んでんじゃん。本当にちゃんとそうやって呼んでよ。ひなの、うん、うん、呼んで。え、ひなのしか呼んだことない。ひなのしか呼んだことない。うんちゃん、ひなのちゃん、ひなのちゃん、ひなのって呼んでほしい、みんな。ピナノン、ピノ、ピノ言ってる。ピノ、アイス食べた。アイス食べたいの？アイス食べたい。ね、食べたくなってくるよ、この時間。今何時？6時かも。もうすぐだね。じゃあこれが5000人いったら終わろう。いや、すぐやん。嘘、違った。ほんと200人。皆さん、もうすぐ終わってしまいますが。自粛期間ストレッチしたのに柔らかくならなかった。え、私柔らかくなったよ。すげえ。披露するアポで。披露して。お。何？どうぞ。これで。披露して。何やろ。あ、ベルトのせいで全然いかない。じゃあ稲村足長いからさ、しゃあない。足長くてもさ、手も長いからさ、一緒だよ、うん、私の場合手も足も短いから一緒だよ。あ、でもそういうことないか、胴が長いから届きやすい。届きやすい。そういうこと？
そのキリちゃんの足短いキャラは何なの？マジやめて、足短いキャラ。だってキミちゃんが自分から言うからさ、そうやってネタになっちゃうんじゃんね。やめてよ、なんかキミちゃんっていじりがいがある。やめてよ。だからなんかすごい嘘だけど思ってないけど、なんかいじめたくなるキミちゃんって。好きな子じゃん。好きじゃん。じゃあ私のこと。そらんな。めちゃいじしてる。ネタ要素多いよね。多い。褒めてるか。右の人、すみません、私か、違うか、右わかんないか、わかんないわ。だって映ってないとかね。チャオだって、チャオ、チャオって懐かしい。チャ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 みたいな。チャ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 みたいなやつあったくない？やっぱ今も流れてない？あ、本当？チャオってまだあるんだ。チャオチャオチャオみたいなの最初。オハーだっけそれ。オハーはあれでしょ。あれだね、名前がわかんない。あれだよ、ゴリエみたいな。あれゴリポケモン。違う。オハーってあれだっけ。朝のオハスタ。あ、それそれか。オハーね、なんだっけ、もう来ないのって。チャオか、チャオってさ、花かっぱ、花かっぱ。花かっぱ懐かしい。懐かしい。てててん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 。あはなんだっけ、てねねくんてってみたいな。懐かしい。なんか歩いても走ってもみたいなあったよね。懐かしい。てねてて、地球は回っていますみたいな。アフロの人がいるやつだ。そう。朝さ、なんか朝が来てトイトイトイって言ってなかった。何それ。そう。あ、それ静岡だけだよ。福袋みたいな。懐かしい。あとあれなんだ、おじゃる丸。おじゃる丸懐かしい。あとその後に忍たま乱太郎がやって。その後天才テレビくん。で、その後になんかキッチン。え、天才テレビくんだけど。キッチンの料理みたいな。金曜日だけ違くなかった。なんか毎日ちゃんみたいな。そう。みんなも作ってアラモード。あ、懐かしい。アラモード。見てたわ。あ、もう5000人です、皆さん。ああ。ありがとう。じゃあ、スクショタイム。イェイ。真面目なポーズ取れないわ。これでいいや。あ、これでいいじゃん。イエイ。5、4、白目した。3、2、1。キュンからのギャキュン。ギャキュン。出たそれ。本当にやめて。バイバーイ。知らんの？逆転。知らんの。バイバーイ。バイバーイ。ちょっと次は8時からなので、8時からはカミングフレーバーの私たちに会いましょう。フォローして。以上、待っててね。フォローして待っててね。以上、私たち、せーの、髪の毛フレンズでした。バイバーイ。バタン。押せてない。